動画をご覧の皆さん、こんにちは。イレブンガールズアートコレクション3年目の大塚真理恵です。今回は新作の作品をご紹介させていただきます。こちらの作品です。タイトル、キスというタイトルの作品です。女の子がお花にキスをしているワンシーンを描きました。こちらの作品は私の中ではすごく今までのテイストとは異なる作品でして、ピンクを基調にしてお花をメインに描いています。で、あとドットの細かいドットと、太いドットをこう重ねて描いていたり、こちらもそうですね、描いているんですけれども、お花のこう花びらの重なりだったり、こう開いている残像を表現したくて、このような表現方法で描きました。はい。で、こちらの作品は28日まで展示しておりますので、そうですね、お楽しみいただければと思います。あ、